パッド。なぜこんなに傷つかねば、こんなに血を流さなければいけないの？仕方ないんだ。俺たちの代わりに血を流してるんだ。俺だってもっと強かったら。兄さん、レイ、行くでない。レイに残された命は3日。その間にレイの体は徐々に破壊されていく。その姿は見せたくないはずだ。間宮さん、あなただけには。すまん、お前まで争いに巻き込んでしまった。いや、むしろお前には感謝している。お前たちは飢えて乾いた狼のような俺の心に安らぎを与えてくれた。俺は人間に戻ることができたんだ。あとは死に方だけの問題だ。死に方の名。レイ！マミヤはどこ？ああ、マミヤさんならレイのためにメディスンシティへ。あの町はラオウのための霊薬を作るためだけに作られた狂気の地。今は剣王という恐怖のタガが外れて、再びボートの手に落ちたはず。レイはすでにメディスンシティに向かった。奴はマミヤのために死のうとしている。俺は奴の死を見届けねばならない。そうか、ならばお前にもこのことを教えておかねばなるまい。マミヤ、彼女もまた視聴生を見ている。何？そうか。とうとう昼でも視聴生が見えるようになったか。剣、行こう。どこまでもおせっかいなやつめ。とっ捕まえて引っぺがしてやるぜ。メディスンシティにこんなにボートがいるなんて。姉ちゃん逃がさないぜ。あそこなら誰も追ってこられないはず。大丈夫か、レイ？ああ、急ごう、ケン。マミヤの身が心配だ。この壁を伝って門の裏側に回る。ケン、待っていてくれ。俺たちの天下よ。
話、マミヤの身に何かあったのか。私はただ食料と薬を交換にこの町に来ただけなのに、なぜ。いいぞ、苦しめ、嘆け。俺はいい女がもだえ死ぬのが一番好きなんだ。失うわけにはいかない。かけさせやがって、たっぷりと可愛がってやるぜ。何者だ貴様ら。死ぬ者に教える名などない。大丈夫か。ええ、助かったわ。マミヤ、もう戦いは捨てろ。自分の手で未来を捨てることはないんだ。でも、私には戦い続けなければいけないわけが。マミヤ、この肩の紋章は ユダ。マミヤ、どうしてお前の肩に紋章が。その男は私の未来を奪い、私に戦い続けることを宿命づけた男。
この傷は一生消えない。アミア、レイ、私を見つめないで。お前たち、俺は美しいか？はい、ユダ様。そう、俺はこの世で誰よりも強く、そして美しい。教えてくれ、長老。あのユダとマミヤの間に何があったのだ？あれは、マミヤさんが二十歳の誕生日を迎えた日のことでした。噂以上に美しい。俺を愛する資格は十分ある。もらっていくぞ。うちの娘に何を？これで何の未練も残るまい。数日後、マミヤさんは村に戻ってきました。あの日以来、マミヤさんは女であることを捨てなさったのです。消えない。どんなに洗っても私の傷は、たとえこの烙印は消せても心の傷は。女だ、やはりお前は女だ。ユダは俺が倒してやる。やめてレイ。私は愛されることを放棄した女。これ以上私を苦しめないで。やはりユダを倒す気か？ああ、俺は奴を、ユダを知っている。同じナントの男としてな。お前の友シンと俺の他に4人、ナント政権を極めた者たちがいる。人はそれをナント6政権と呼んだ。ユダもその一人。俺は死んでいく。マミヤの愛など求めぬ。ただ俺はマミヤのために死に、あの女の心の中で生きていたいのだ。ユダ、俺の最後を飾るにふさわしい男だ。ユダの町か。行こう。俺には時間がない。レイ、無理はするな。お前の体は弱りきっている。ユダも結構小心者だぜ。二人の男が来るというだけでこの警護とはな。
の城です。ドーモンは あそこのスイッチで開きます。さっきのやつの話だと、門を開ける仕掛けはこの辺りに。開いたようだ、はあ、間に合った。一日あればケリはつく。急ごう。今、俺はどんな苦痛にも耐えることができる。お待ちしておりました。まんまと罠にはまりましたな。ご覧の通り、ユダ様はここにはおられない。あの方は無益な戦いは好まれぬのでな。しまった。俺は忘れていた。ユダの持つ妖精はまたの名を裏切りの星。苦痛にのたうち回って死ね。自分の愚かさを悔やみながらな。ユダの嘲笑う声が。中から兜を突いて助けて欲しけれ
ユダの居場所を教える。エデン、湯から助けてくれ。ユダ様はブルータウンだ。お前も自分の愚かさを噛みしめる必要がある。トキ、これをレイに。メディスンシティで見つけた薬です。お前が口を割るのは分かっていた。だが、おかげでケンシロウの剣を見切ることができた。心置きなく死んでゆくがよい。俺を利用して副官の俺までも裏切っていたのか。裏切りではない。これは知略だ。なんと六星は各々が一つの宿命を持っている。愛に準ずる星、純正を持つ男シン、人のために生きる星、犠牲を持つ男レイ、そして俺の持つ星は最も美しく輝く星妖精。人は裏切りの星と呼ぶが、そうではない。妖精は天をも動かす美と知略の星なのだ。己のために俺は殺してやる。愚か者が、お前の腕で俺に勝てると思っているのか。なんとの不正剣の一つ、なんと合格剣。あまりのスピードの剣のため、衝撃が背中へ突き抜ける。出てもいない背中から避ける。合格。己に立ち向かった者の血で身を染めた美しき鶴。北斗神拳恐るるに足らず、今の俺ならケンシロウに勝てる。ユダ様、マミヤという女もまた視聴生を見ているようでございます。それではレイはマミヤが死んでいく運命にあることも知らずに、己の命を懸けているというわけか。面白い。犠牲を持つ男レイ、その犠牲がピエロの星であることを十分に思い知らせてやる。そうか、俺は気を失って。マミヤは外だ。これ以上お前が苦しむのを見ておれぬのだろう。俺はこのまま死んでいくのか。いや、まだ方法はある。ある飛行をつくことで少しだけ命を伸ばすことができる。しかし、その飛行をつけば全身を襲う激痛は今の数倍になる。その苦痛から今すぐ逃れる方法もある。マミヤさんから託された薬、死だ。選ぶがよい。お前たちには分かっているはずだ。俺がどっちを選ぶかは。始める前にこれを渡しておこう。苦痛に耐えられる時のみだ。ラオウがついた飛行神結集に対応する飛行は一つ。心霊台。
マミヤさんがユダに捕らえられています。ユダ、マミヤを離せ。そして俺と決着をつけろ。レイか。あまりの苦痛に白髪と化したか。以前に増して技が切れている。切り刻む時が来た。マミヤへの思いがお前をそこまでにしたらしいな。だがその思いも無駄に終わろうとしているのだ。いいか、よく聞け。この女マミヤはな、すでに視聴生を見ているのだ。マミヤが、バカな。いかん、今レイを支えているのはマミヤへの一念。それが崩壊したら、レイの肉体もまた崩壊する。どうだ、己の思いが空回りに終わった味は。犠牲は所詮ピエロの星、妖精を一段と光り輝かせるクズ星に過ぎんのだ。マミヤ、どこまでも悲しい女よ。ならばお前のためだけに死ぬ男が一人ぐらいいてもいい。女のために涙と、ふぬけたか。死ね、虫けらのように。ヒルダ、妖精は二度と輝かぬ。いや、この美しい顔に傷が。ヒルダさん、今日こそ決着をつけてやる。あの屈辱の日から俺は貴様を血祭りにあげる日を待っていた。水長剣飛炎竜武、いつ見ても美しい。かくな、たとえ一瞬とはいえ、俺はレイの動きに魂を奪われた。生まれて初めて他人を美しいと。この屈辱は決して忘れん。いずれこの手で最も醜く哀れな死をくれてやろう。貴様の肉体はすでにふぬけだ。かかってこい。そして死ぬがいい。死ぬのはお前だ。貴様はなんと六星剣を崩壊に導いた男、なんと水長剣の伝承者の名にかけて貴様を処刑する。かつて六星剣は皇帝の居城を守る6つの門の栄章と呼ばれ、なんと聖剣総派108派の頂点だった。しかしあの戦争後、なんと六星剣は2派に分裂した。平和を望む者と覇権を目指す者とに。
この時ユダは裏切った。平和を望む声が優勢と見るや、自分の配下なんと23派を引き連れ剣王と手を結んだのだ。一世崩れる時、残る五世もまた乱れ、この世に巨大なる悲劇の種はまかれた。時代だ、時代が妖精を輝かせた。俺は貴様の血で化粧がしたい。うわっ、死ね。うわっ、何がお前をこれほどまでに。愛を知らぬお前には決してわかるまい。ユダよ、血化粧は己の血でするがいい。それで俺に勝ったつもりか。俺様は妖精のユダ、何の知略も持たずにここへ来たと思ったか。何をしたユダ。この村の豊富な水を利用してやったのよ。バカだ、ダムを爆破したのか。なんと水長剣の王、この華麗な足の動きに、その下半身の動きを封じられた今、貴様は羽をもがれた水鳥。この俺の手で哀れに醜く死ぬのだ。あと一歩、あと一歩で最後だ。なんと水晶剣奥義。またしても俺は貴様の剣に一瞬魂を奪われてしまった。だがこんな死に方はせん。ユダ、俺はずっと剣影を追っていた。お前を、そして美しいなんと水長剣の舞を。だが最後の最後で幻影を突き放すことができなかった。それが俺の弱さ。だから俺は間宮にも何もできなかった。俺が心から美しいと認めてしまったもの、その前で俺は無力になる。ユダ、レイ、俺がただ一人この世で認めた男、せめてその胸の中で。さらばだ、なんと六星剣伝承者、妖精のユダ。レイ、とうとう最後の時が来たらしい。いいか、市長生が頭上に落ちる日まで
精一杯生きろ。たとえ一瞬でもいい、女として生きろ。女の幸福を求めるのだ。来るな！来てはならぬ！俺はお前にだけは、俺の砕けていく無様な死に方を見せたくない！幸せにな。レイ！トキ、世話になった。ケン、生き続けろ。死ぬなよ。今の時代、お前が必要なんだ。涙を笑顔に変えるために。兄さん。アイリオ、先に行く兄さんを許せ。さらばだ。さらばだ。レイ、忘れはせぬ。お前もまた良きともシンと同じく俺の中で生き続ける。レイ。あ、どうした、マミヤさん。星が、あの星が見えない。視聴星が消えた。